いらっしゃい。あの光は何？見たことがない魔法だわ。あの光を追いかけたら魔法を出した人と会えるかしら。
しっかりして。もう大丈夫。あなたは？私はアルテナのアンジェラよ。アストリアの宿で光が見えたから。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。私も行くところだからそりゃ構わないけどさ、滝の洞窟に結界があって通れないのよ。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは。アストリアの村の方、何が起こったの？急いで戻ってみようよ。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？私、これからどうすればいいか教えてもらいたいの。そう、いろいろと事情があるのね。何が？みんなは？ビースト兵に襲われたようね。ひどいこと。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。
生徒ウェンデルに行きたいんだが、滝の洞窟に入れないんだよ。ああ、それなら。え？フェアリーが入れるようにしてくれるって？そういや、俺も森で光を見たが、見失っちまって。なんだか面白いことになってきたぜ。あんたはなんでウェンデルに向かってるんだい？そうか、そんなことがあったのか。俺か？俺はディラン、フォルセナのファイターだ。おい、デュラン、出番だぜ。しっかりな。ただいまより剣術大会若手部門1位決定戦を行う。両者前へ。お前なんかには負けねえぜ。やれるもんならやってみな。はじめ。ブルーザー、今日こそ決着をつけてやる。そこだ。よし、このまま一気に勝た。まいった。そこまで。デュランの優勝だ。よくやったぞ。腕を上げたな、デュラン。草原の王国フォルセナの傭兵デュラン。父親は英雄王のかつての友人であり、黄金の騎士と称されるロキであったが、デュランが幼い頃に行方不明となる。親も病気で亡くしてからは、叔母のステラのもとに妹のウェンディと共に引き取られた。父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず、剣術において若手の中では右に出る者がないほどの腕で、フォルセナ国の傭兵として英雄王に仕えるようになった。眠いな。もうすぐ交代が来るから、それまでの辛抱だ。俺はちょっくらもう一回りしてくるよ。ドラゴン退治だよ。今度の敵は竜帝と呼ばれるドラゴン族の中でも最強のやつだ。だが大丈夫、リチャード王子と私なら必ず勝てるよ。デュラン、お前は男の子だ。妹のウェンディと母さんを頼むぞ。血も盗まない。ロキは私を助けようとして竜帝と差し違え、竜帝と共に底知れぬ穴に落ちていってしまった。私たちはその後一週間そこに留まってロキの捜索を続けたのだが。そうですか。あの人は、ロキは最後まで黄金の騎士であり続けたんですね。彼もきっと本望だったと思います。シモーヌ、しっかり。
さん。シモーヌ、どうしてこんなになるまで病気を放っておいたんだよ。私が病気だと知ったら、きっとロキは安心して戦いに行けなかったと思うの。私はあの人の足手まといにはなりたくなかった。バカだよ、あんたもロキも。姉さん、子供たちを。安心しな、あんたの子供たちは私がちゃんと面倒を見てあげるよ。よかった、ありがとう。シモーヌ！いけねえ、うっかり寝ちまった。しっかりしろ。一体何があったんだ。あれは、なかなか勘の鋭いやつだ。何がおかしい。お前はこの城一番の剣士であることを誇りにしているようだ。だが自分の弱さを思い知るのに。まだまだ子供だな。こんな奴を雇っている英雄王は大した王じゃなさそうだ。なんだと？国王陛下を悪く言うことは絶対に許さん。とどめだ。城内に侵入者がいるぞ、探せ。命拾いしたな。今日はこれで引き上げる。まあ慌てなくてもこいつのような雑魚相手ならいつでもたやすく我らの占領下に置くことができるだろう。待て、昨夜城内に侵入した謎の魔導士によって警備についていた者たちがやられ、生き残ったのはデュラン一人。目撃者の話では赤いマントをつけていたという。噂に聞いたアルテナのグレンの魔導士に違いない。ではアルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか。許せん。向こうが攻めてくる前にこちらから全面攻撃を仕掛けようぞ。おう。まあ待て、敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。それになぜアルテナが我が国に対して攻撃をしてくるのかもまだ明らかになっていない。昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえもかなわなかった相手。今下手に動けば敵の罠にはまる危険性もある。まず城内の軍備を固めた上でアルテナの様子を調べるためこちらからもスパイを送り込んでくれ。よい。アルテナ、断りの女王、なぜフォルセナに。しくし
お兄ちゃん、まだ怪我が治ってないんだから寝てなきゃダメよ。畜生、赤い、赤い魔導士。俺はお兄ちゃん、しっかりして。お兄ちゃんの弱虫大嫌い。ウェンディ、弱虫か。少し街を歩いて頭を冷やそう。ここは占いの館じゃ。なんじゃ、ずいぶんとしけた面の客じゃの。なんだと。人の運命は 99% まであらかじめ決まっておる。じゃが残り 1% に未来があり夢がある。人はその 1% をこう呼ぶ、希望と。お主、何か悩み事を抱えておるのじゃろ。どれ、この占いババが占ってしんぜよ。うるせえ。俺は占いなんか信じねえ。力だ。信じられるのは力だけなんだ。えあいババ、どうすりゃ俺は強くなれるんだ。何するんだよこの乱暴者。そんなに強くなりたきゃ生徒ウェンデルへでも行きな。光の司祭ってのがクラスチェンジの方法を知ってるってさ。クラスチェンジ。あんたみたいなひよっこはひよこ戦士にでもクラスチェンジするんだね。さあとっとと出てっておくれよ。チェンジか。あのクレンの魔導士に勝つためなら何だってやるぜ。よし、一丁生徒ウェンデルまで行ってみるか。俺はあのグレンの魔導士を許さない。何があっても必ず倒してやる。それまではここには帰れない。帰らない。ステラおばさん、ごめん。お待ち。
ばそう。ほら、同じブロンズソードだけど、こっちの剣と取り替えていきな。これは？あんたの父さんが若い頃に使っていた剣さ。ロキもこの剣で剣術大会に優勝したんだよ。決勝で英雄を破ってね。あ、さあ行きな。ウェンディには私からちゃんと言っておくから、後のことは大丈夫。旅立つ前にお城に寄って王様に挨拶していきなさい。お待ちになってるよ。国王陛下が？ロキの息子ならきっと旅立とうとするはずだって。さすがだね。まあ私も伊達にあんたたちの母親代わりをしてたわけじゃないから、そうなるとは思ってたけどね。おばさん、ありがとう。きっと戻ってくるよ。旅立つのか、デュランよ。王様、私が不甲斐ないばかりにむざむざと敵を逃がしてしまい、誠に申し訳ありません。私はあの魔導士だけは許すことができないのです。生まれて初めて敗北を喫したばかりでなく、我が国王陛下を侮辱したあの魔導士を、私はあの魔導士に打ち勝つまではこの城には戻れません。そうか、分かった。気をつけて行くのだぞ。ありがとうございます。あいついい目になりおった。以前はプライドが高すぎて心配だったのだが、ロキの若い頃にそっくりだ。
見てろよ、グレンの魔導士め。俺は強くなる。誰よりも強くなってやる。そして必ず勝つ。グレンの魔導士に敗れ自信を失いかけたデュランであったが、いつの日かあの魔導士に打ち勝つため聖都ウェンデルへと旅立った。大変ね。ところでその魔導士ってうちのグレンの魔導士じゃないの？やつを知っているのか？そりゃそうよ。こう見えても私魔法王国アルテナの王女なのよ。でも勘違いしないでね。私はこれこれこういうわけで国を追われた身。あんなやつ大嫌い。そうか、そうだな。すまん、教えてくれ。あのグレンの魔導士は一体何者なんだ？以前は私と同じく魔法が点でダメで、いつも魔法の先生のホセに怒られてたのに、ある時いきなりアルテナ一の魔法使いになっちゃってさ、今じゃお母様の右腕として大威張りよ。王女様である私をアンジェラなんて呼び捨てよ。もう思い出しても腹が立つわ。アルテナ一の魔法使いか。だが俺もフォルセナ一の剣士だった男の息子、負けるわけにはいかない。俺もウェンデルに行くところだから一緒に行こう。まあよろしく頼むわ。ここまで来るなんてあんた強いのね。俺はフォルセナのファイターだ。剣の腕には自信がある。この辺にいるザコモンスターには負けないぜ。それは心強いわ。ウェンデルまでよろしくね。いっそ戦いはあんたに任せて私は休んでいようかしら。過ぎて暴れ足りないぜ。えい
今ならどんな敵にも勝てる気がするわ。敵じゃなかったな。この辺の敵は全滅させたようだな。の新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけ、おじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。ああ、しかし運命のいたずらか。やっとヒースに出会えたのに、突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。ウェンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を
偶然あんたさんが。もう少し遅かったら今頃。なんてかわいそうなシャロロット。ああもうピーピー泣かないでよ。泣きたいのはこっちよ。フェアリーには取りつかれるし、今度はガキちゃう。本当にもう。まあどうせ光の司祭さんに会いにウェンデルまで行くところだから別にいいんだけどさ。ほらついておいで。なんだあんたさん、うちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてもバッチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫ちゃんでちから。さあ地味地味ぼさっとしてないでお孫ちゃんを丁重にウェンデルまでお連れするでち。うん、こいつ。さあウェンデルはすぐそこでちよ。しもべたちシャルロットについてくるのでち。ちょっとしもべになった覚えはないんだけど。この辺の敵は全滅させたようだな。それ一人で十分だ。よく切り開いてやるぞ。よし。ぐらいが慣れるしかないな。めんどせえ。すぐに叩き切ってやるぜ。遭遇しないでしょ。ここに光の司祭さんがいるのよね。どんな人なのかしら。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。いらっしゃい。